いやもう始まってるよ。やばい、素が出た。スノーボードしててよかったわ。ネッピンさんと乗れるからな。イエーイ、もう楽しい。これ俺いる？俺の絵いる？俺の絵いらん？これすごい、でもデート感ありますね、これすごい。あ、彼氏目線でね。はい、彼氏目線でね。なるほどね。今日楽しみだね。あ、いいやん、今のいいやん。大丈夫、今視聴者大丈夫、今話吹いてへん？大丈夫？でもちょっと GoPro が必要すぎて毛穴とか大丈夫かなって思う。大丈夫よ、ま、大丈夫、若いから大丈夫。大丈夫、めっちゃない、めっちゃない、そんな。ゲレンデに行って、はい、ナンパとかされないの？されないです、されない。されへんのよ。え、ナンパされんのは、はい、別に俺がナンパしたろうとかそういうつもりじゃないんですけど、多分知りたい男の子おると思うんですよ。あ、ナンパされんのは OK な？いや、私はダメですね。ナンパする人嫌いです。あー、嫌いなんや、はい、なんで？え、じゃあ例えばやけど、はい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 、別になんかそのやらしい目的とかお近づきになりたいとかじゃなくて、はい、その日を一緒にスノーボードを順に楽しみましょうっていうパターンのナンパやったら、いやこっちはこっちで滑るんで。あー、なるほどね。でもそうなるんや。なんかそのなんですかね、私結構、うん、な、知り合いだとめちゃくちゃ喋るんですけど、はい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 、はい、初対面で全く知らない、今後も関わらないっていう人はめっちゃ塩対応になっちゃうんですよ。なるほどね。まあそりゃそうや、まあみんなそうでしょ。 そうなんですよ。そりゃそうでしょ。だからなんか気使わせちゃうなっていう。なるほどね。あって、あとか、なんか売り込む時に何ですかね、うん、なんか今日いっぱいビール買うから連絡先教えてよとか。あ、はいはいはい、そういうのでちょっとなんか、うわもう無理ってなっちゃいましたね。あ、ビール出た時。そうです。あ、そう、え、エマちゃんみんな知らないと思うけど、あのビールの売り子さんやった。そうなんですよ。東京ドームと西武ドームでやったんかな。はい、そうです。すごいよね、ナンバーワンでしょ。すいません、ちょっとあの、はい、ガチのやつやろ。ガチで東京ドームで。東京ドームですね。あと西武ドームでも一応配数の記録持ってます。え、記録持ってんの？はい、え、何その過去最高記録持ってんの？今はちょっと分かんないんですけど、その当時、はい、何年か、2、3年前ぐらい。2、3年前ぐらいですね。2、3年前の東京ドームでナンバーワン記録持ってんの？え、マジで？ガチで？嘘やん。なんかその何倍ぐらい売んのそれ？最高450ぐらいですね。450やろ。え、うん、あれ一杯何リッター入ってんの？何リッターっていうか、あの一タンク。いやいや、あのコップよ。コップ500ぐらい。500ぐらいだと思いますね。500ぐらいを、はい、400ってことは俺ちょっと算数できへんのに。私も頭弱いんで。まあ、今多分テロップ出てるから、テロップ出てるから。こんだけ売りました。はい、すごない？なんかやばない。ありがたいことにすごい楽しかったですね、売り子時代。ごっつー。ほな体力あんねや。あ、まあ、体力だけは自信ありますね。体力いるでしょ、あれね。そうですね。すごー、だいぶ話それたね。じゃあその時にも結構ナンパとか、まあ、されるわね、そら。するもん。ビール飲みながら野球飲んでるおっちゃんナンパせえへんわけ。ナンパ率 99% やろ、そんな。まあ、ほぼそうですね、もうね、確かに。 99% は言い過ぎかもしれんけど。なんかあの、今日だけ野球見に来ましたっていう人は大体ナンパしてくる。そうですね。要はガチ、野球ガチ勢ね。そう、野球ガチ勢の人はやっぱこう、今日だけやからっていう感じなんや。そうなんですよ。ちょっとみんな、じゃあちょっと参考にしてください。じゃあもう、まあ、まあみんながみんなじゃないと思うけど、うん、やっぱスノーボード練習しに来てるから、はい、ナンパは NG なん？まあ私はちょっとあんまりナンパされたくないですね。あ、自分で黙々と行きたい。うん、そうです、その気持ちで。あ、じゃあ、はい、教えたるわおじさん、俺みたいな。あー、教えたるわおじさん。うん、なんか、いや全然知らん人ね。僕はまだこうやって知り合いからやけど。はい。あ、でも、まあ、こういうキャラやからやけど、そのほんまに全然知らんおっちゃんが、はい、そこもうちょっと右手上げた方がいいよみたいな来たら、どうなん？まあ面白くて確かについてっちゃうかもしれないです。逆に、はい、なるほどね。そういうスタイルでナンパを仕掛けると、もしかしたらあの成功するかもしれない。皆さん参考にしてください。教えたるおじさんで。はい、そ、まあでもそうやね、あのね、来んのにも新幹線代かかるやん。うんうんうん、で新幹線とか、まあバスとかのかかって、リフト券代もかかるわけやんか。そうですね。それをカバーできるほどの魅力がないときついよね。うん、しかもこっちがその、私結構、まあ、友達と来てることが多いんで、うん、なんですかね、プライベートなんで、うん、なんだろうな、友達との時間を大切にしたいから、うん、この、なんですかね、あんま邪魔しないでほしいなって。なるほどね。まあ、教えたらおじさんもいい。これ下ろすの忘れてた。あ、ありがとうございます。うん、忘れてた、はい。で、まあ、教えたらおじさんなら、うん、ちょっとまあ考えちゃいますね。ついていきたくなる。面白くて？うん、面白くて。やっぱそれやわ、みんな。うん、それやで。
あのおっちゃん教えたるからっていう感じで行くと、うん、はい、ナンパに成功するかもしれないんで、そうそうそうですね、参考にしてみてください。なるほど、それならありだね。はい、なるほどね。はい、もうわけのわからん話だけどナンパ術だね。ナンパ術、そうですね、リアル女子に聞くね、ナンパの仕方聞いたんで、みんな参考にしてください。お願いします、はい、お願いします、はい。